第52回国民体育大会バレーボール競技は1997年10月に大阪府で開催された第52回国民体育大会のバレーボール競技大会である。チーム名記載なきは選抜チーム。シガクラブは本年5月に廃部となった NEC ホームエレクトロニクスホワイトブリッツのメンバーが主体のチーム。大阪選抜は新日鉄、松下電機、 サントリーの選抜チームで大阪府としては12年ぶりの優勝。チーム名記載なきは選抜チーム。住友電工は地元開催を初優勝で飾った。チーム名記載なきは選抜チーム。チーム名記載なきは選抜チーム。この試合は天覧試合で天皇皇后が観戦した。東芝は翌年の神奈川夢国体を控え初優勝。 大阪選抜は地元開催を2連覇で飾れず、群馬銀行は2年ぶり8度目の優勝。チーム名記載なきは選抜チーム。チーム名記載なきは選抜チーム。大阪選抜は2年連続優勝。少年女子の4天王寺高校とアベック優勝を遂げた。チーム名記載なきは選抜チーム。大阪府は第46回大会以来6年ぶりの優勝。 四天王寺高校単独としては、第30回大会以来22年ぶり8回目の優勝で、今年の高校3冠を達成した。ありがとうございます。